おはようございます。起きたてです。着替えだけ一瞬したんですけれども、ちょっとタロットしてからこれ花粉の薬ね。タロットしてからに神社に行こうかと思ってて、タロットじゃなくて本読みにしようかな。本読みにしよう。綺麗すぎる人。その女の人は小学校の近くの洋館に住んでいた。広い庭でいつも白い手袋をはめて花の手入れをしている。その優しくしなやかな手つきはまるで大きな白い蝶のように見えた。その洋館にはその女の人しか住んでいないように見えた。お母さんはこう言っていた。あの家の奥さんはずっと一人だから、あの人は奥さんなんだ。だったらご主人はどこにいるんだろう。子供はいないのかな。春の昼下がり、奥さんは庭の草花に水をまいていた。僕が奥さんの方に目をやった時、あっという声がし、水が僕の方にかかった。ごめんなさいね、タオルを持ってくるわね。奥さんは僕を家に招き入れてくれた。広い洋間、足にまで彫刻が施されている家具、湖を描いた絵、飾り棚には青いお皿、外国の映画の中に入ったみたいだ。奥さんは紅茶とマドレーヌを出してくれた。どうぞゆっくり召し上がれ。奥さんが微笑む。僕はコクッとうなずき、マドレーヌを3つもいただいた。それからというもの、僕は小学校の帰りに時々洋館に寄るようになった。僕は奥さんを奥さんと呼びたくなかった。ましては大抵の小学生が大人の女性に対してそう呼ぶようにおばさんだなんて言いたくなかった。すみません、僕あなたを何と呼べばいいですか。勇気を出して聞くと奥さんは大笑いした。散々笑った後で奥さんは笑い涙を拭き静かな顔になった。私の名前は美佐子というの。目の前で宝石箱を開けてくれた時のような特別な声だった。それ以来僕の憧れの人は奥さんから美佐子さんになった。美佐子さんっていい響きだ。美佐子さんってつぶやくと、風に乗ってどこまでも飛んでいく紙飛行機を見送る時の気持ちになる。5月も終わりの日曜日、お母さんがクッキーを焼いてくれた。これたくさん作っちゃったの。洋館の奥さんに届けてくれない。僕は洋館を訪ねた。あら嬉しいわ、美味しそうな匂いだこと。あ、うちのお母さん間違えてる。僕はクッキーに添えられたメモを取り上げた。お母さん、チョコチップとシナモンはそれぞれ100個ずつありますなんて書いてる。入ってるのは10個のはずなの、10個ずつなのに。僕は軽く笑った。美佐子さんも笑ってくれると思っていた。だが彼女は突然震え出した。美佐子さん、どうしたんですか。いえ、何でもないの。ちょっと気分が優れなくて。少し横になってもいい。そのまま美佐子さんはソファーに横たわった。僕は心配になったが、ただ美佐子さんを見守ることしかできなかった。ごめんなさいね。ちょ待って。しばらくすると美佐子さんは起き上がった。ごめんなさいね、もう大丈夫。私がなぜ具合が悪くなったかというとね、あなた秘密は守れる。僕はうなずいた。今まで誰にも話したことはないけれど、
私の昔の話を聞いてほしいの。まだ小学生のあなたに打ち明けるなんていけないことかもしれないけれど、あなたは優しい子だし、私を大切に思ってくれているから話してみたくなってね。僕は美佐子さんの白い顔をじっと見つめた。美佐子さんはゆっくり口を開いた。実は私の夫は科学者でタイムマシンの開発に成功したの。でも研究で無理をしたせいで重い病気になり、余命はあとわずか。今の医療では治療できないと医者に宣告されたわ。でも夫は考えた。治療法は現段階では見つかっていないけれど、医療の進歩は早いからきっと10年後には見つかるはずだ。このタイムマシンで10年後に行って病気を治してもらおうってね。夫はマシンに乗り、私はマシンの時間を設定をして時間旅行に出かける夫を見送った。夫はマシンと一緒に消えたわ。彼が旅立ったのはちょうど10年前なの。そして彼が旅立ってから5年後に病気の特効薬が開発されたわ。じゃあご主人と再会できるんですね。病気も治せるんですね。それがね、違うの。私が何もかも台無しにしちゃったの。私タイムマシンを10年後へ移動とセットするはずだったのに、間違えて100年後へ移動にしてしまったの。後で夫を見送る時の記録動画を見て間違いに気づいたわ。夫はタイムマシンごと移動したからもう設定は直せない。美佐子さんの美しい顔は苦悩で歪んだ。ご主人が旅立った時、美佐子さんが20歳だったとしても、ご主人に再会できるのは美佐子さんが120歳の時になる。だからね、私はいつまでも若くなければならないの。若く美しく、まだ若いままの主人を迎えるのにふさわしい妻であるために。夕闇の中、小雨は降る。美佐子さんはうつむいたまま言った。なんで100年後にしてしまったのかしら。これが1000年後だったらまだ諦めがついたのにね。あの時まだ子供だった僕に美佐子さんが話してくれたことは妄想だったのか、それとも冗談だったのか。しかし僕が大人になった今でも美佐子さんはあの洋館に一人で住んでいる。この前車の窓から美佐子さんを見かけた。彼女はあの頃と変わらない姿で美しく、庭の手入れをする白い手は羽ばたく大きな蝶のように見えた。終わりです。じゃあ行ってくるね。バイバイ。